まあ僕にとって工芸建築っていうのは別に新たにその言葉がなくてもよく考えたら今までやってたような気がします。まあ、まず最初はね、僕にとってはサビエっていうお茶に美しく合うっていうそういう、運動に出会いました。それは何かって言ったら今から30年ぐらい前に、田中一光さんという日本のもうスーパーデザイナーと、浦仙家の今のお家元の弟になるんですけど、泉正和さんっていう、一子相伝の茶道をご存知の地に入っている方との出会いで、田中一光さんがじゃあサビエってお茶に美しく合うって名付けられて、まあ、日本の代表する建築家とかデザイナーとか、それから工芸家とかあらゆる美術家とかが、まあ、全部でおそらく30人ぐらいいたと思うんですけど、まあ、そういう人たちが、まあ、例えばデザイナーが、工芸の作品を考えてみるとか、それから建築家が素材を考えて茶道具を作ってみるとか、僕らみたいな工芸家が空間を考えてみるとか、そういうことで自分の立場が逆転することで素材っていうのももう一回自分の知らない素材に出会ったり、今までの自分の出会いが使ってた素材がですね、全く違うものに見えてきたりするっていうので、まあ何回かそのお茶会をしながらそういう繰り返しをしてきたんですね。まあ、その中に僕はもうその大部分のコアでされた方は亡くなってしまって、僕はもう遺言的にそのサビエをもっと発展させていくという立場を任せられたのかもしれないですけど、まあそれが30年経ってですね、やっぱり時代がリセットされて、で僕にとってはじゃあ茶室ってもう一回考えてみると何なんだろうかと、まあ中国行ったりアメリカ行ったりヨーロッパ行ったりしてる中でそういうことをずっと考え続けていると、やっぱり茶室って中だけでその茶会が行われるものじゃなくて外の空間も含めて、そういうものだと考えるなら、まあ外で眺めて中で、茶を創造するとかっていうのも、まあ、工芸的な建築なのかなっていう気もしておりまして、まあ、今、まあ、金沢にいるってことでね、自分の長男が、建築家と陶芸家の二刀流をやっておりますので、まあ、彼に、そういう建築的な茶室をですね、工芸家から考えて両方できるわけですから、そういう、茶室で私はそのサビエを応用してですね、金沢の、まあ、例えば家元の、大工の技術やなどを応用しながら現代的なサビエって何なのか、考えてみたいなと思ってるんですね。まだ、構想だけでこれからどんどんもっと考え事を深めて、進化させてその時に臨みたいと思っております。まあ、ちなみにこの座っているこういう椅子もですね、本来はこうやって座ってたんですね、昔の時代に。でもそれを日本人が民家という家を例えて、その中に似合う民芸というものを揃えて、でそこに置く家具のことをこういうものを日本的に実はこういうふうに、じゃあ、今度は座って使おうというふうにして、これを民具って呼んだんですね。だからそういう時だって、やっぱり工芸と建築っていうのは関わり合っているわけですから、まあ、今、最先端と本当の伝統を深めた、そういったような、ことをやってみたいなと思っております。よろしくお願いします。